それのみならず、この地に伝わる人の歴史、人類発祥その時からこの地には人が住んできた、時代を超えて紡いできた名古屋の魅力に、やっとかめ。さあさあ皆様、本日は存分に楽しんでいってちょうだい。ナモさあ始まりました、やっとかめ文化祭、芸どころ町中披露でございます。昨日必死に練習したのにね、ステージに上がったら全て飛んでしまいましたけれども、本日司会を務めさせていただきますのは、山田香織と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてですね、本日、やっとかめ大使にも来ていただいております。お名前をどうぞ。森本と申します。よろしくお願いします。はい、森本さんです。お願いいたします。森本さんにはですね、お芝居の後にいろんな感想を聞いていこうと思いますので、ぜひ注目して聞いてあげてくださいね。お願いいたします。頑張ってね。もうハードルがちょっと上げていただきます。はい、ガンガンいきますよ。もう最初のことは全部忘れていただいてね。皆様よろしくお願いいたします。お願いします。はい、さて、やっとかめ文化祭なんですけれども、全25日間開催いたします。なんと毎日開催いたします。こちらがですね、本日はこの七ちゃん人形前のステージにて、全部で4番、4つ項目がございます。そちらのスケジュールの方をお伝えいたします。本日1番、道端し、芝居痛快川上貞奴一座、2番、箏曲生田流宮城会、3番、講談小池凜々、4番、長唄杵屋三太郎左中、こちらの4つとなっております。では一番最初ですね、 お待ちの方も多いと思いますが、1番は道端芝居、痛快川上貞奴一座でございます。こちらはですね、日本の女優第1号と言われております川上貞奴、ご存知の方はご存知かもしれないんですけれども、知ってます、ありがとうございます。その夫川上音次郎の物語でございます。時代は大体明治ぐらいのお話ですね。なんと学問の勧めで有名な福沢諭吉も出るそうで、一体どんなつながりがあるのか楽しみですね。そうですね、どんな見れる。はい、では早速皆様お楽しみいただきましょうか。はい、では参ります。痛快川上貞奴一座です。どうぞお願いいたします。となり富人となれるなり、ワンドはなんと
キャブラリーがたらもっと学問をしたまえ。この後
ちで明治の有名人になります。今飛び込み中でね、邪魔しないでもらえば。当時桃助はか弱く見え、女に間違われることもしばしば。もうやろう。でも性格は逆で喧嘩っ早かった。なんだか可愛い子ちゃんを口説いていたような。わあ、可愛い。いや、やっぱり14歳です。この14歳は僕のものだ。いや、君はわしの娘と結婚するんだ。こんなガキのどこがいいのか。わあ、可愛い。いや、14歳です。わの戦争劇は大ヒット。ついには歌舞伎座にも出演。ついに俺はあの團十郎を超えたぞ。ほんと素敵。そして川上夫婦は憧れのアメリカ公演に旅立つのでした。なんだ、お前もついてきたいのか。うわ、じゃあ荷物持ちな。おう、アメリカに到着直後に事件が発生。女方を演ずる予定だった役者が急に死んでしまったのです。なんてこった。大変だ、公共に死んでました。なんだって。絶体絶命。もうあかんと。何、ここまで頑張ってきて、待って、もうどうにもならんと。何がそれ。音次郎は困るとふるさとの博多弁が出るのです。よかよか、とてうち田舎もんやけ、アメリカが来ることさえ間違いやったさえ、もう博多も帰って。よかよか、しーからしか何倍ちょっとか男やよが。博多もんな男、青竹割って
性は舞台を演じることは許されませんでした。いやできる、お前は最高の芸者だ、踊りも芝居もできるじゃない。そんな稽古だってしてないし。いやできる。無理よ無理。踊りだって舞台で作ればいい。ベビーフェイスだもんな。冗談じゃない。可愛がられて階段されて一生誰かに使えるなんてごめんだ。人に媚びるな、独立しろと教えてくれたのは福沢先生あなただ。俺は世の中を喧嘩で生きてる。誰かに代わりを一人で生きてやるんだ。でも聞こえてる。うわそんな大声出せば聞こえるって。君そんなに金が欲しいのか。人は独立すべしと教えてくれたのは福沢先生です。いや、金を儲けることだけが独立とは限らんだろう。だから、俺は金が欲しい。おい、どうした君。俺は貧しい農家の前だから金がいるんだ。おい、大介君、どうした。だいぶ重病だな。あ、なんだ君、それきついじゃないか。もしかして君は福沢桃介は仕事中に喀血。さあこの後3年間療養することになります。ここはこんなところで死ぬわけにはいかん。俺には待ってる人がいるんだ。俺にはまだ手にしてないものがある。パダー。そうか、あの娘のことが忘れられないんだな、サダヤッコ。今宵お目にかけまするは川上音次郎の大進撃、アメリカパリで大人気、川上一座のデタラメ歌舞伎。女の取り合い恋のさや当てに京花の娘道成寺と腹切りまで混ぜ込んだ無茶なくちゃらでございます。そもそも片や福沢桃介、福沢桃介。
人の鞘当てならば一人の女を奪い合い、やがて悲しき男たち何の悩みがあるものか。お呼びでない、失礼しました。Thank you.
大好評だった舞台芸者と侍であります。パリでは川上貞奴は大人気、日本ブームが巻き起こり、これが世に言うジャポニズム。ピカソやロダンもこぞって貞奴をモデルにしたかったといいます。一方日本の桃助は愛する貞奴のことが忘れられず、悶々としとるんだな君は。してない。しかし桃助は病で3年間の療養生活にいました。その代わり金は儲けましたよ先生。え、どうやって？教えない。いや、教えて教えろ。怖い怖い、もう気持ち悪いし、やめ。株式投資で儲けました。なんで言っちゃうの。進まないから。おかげで儲かりましたよ。その金額現在の20億円とか。そんなわけで僕はこれから自由に行かせてもらいます。そんなこと言うさ。いや、もう決めましたよ。どうしても行きたいと言うなら。行きたいと言うのならわしと勝負したまえ。そして触っただけでそれが何かを当てるのです。よろしいですか。それではまず幸地さんから準備をお願いいたします。さあ最初の今日の問題は これです。よろしいですか。幸地さんからどうぞ。触って当てよう、チンドンシャン。
電気。電気なんかピリピリしびれるだけで人間の体に良くない。一回やって100になって100なのダメ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 。電気か。さてももすけ君、今のは引き分けたな。いえ、勝負ありました。僕の進む道は決まりましたよ。これはどこにあってるんだろう。帰った川上音次郎たちの未来はバラ色に見えたが、音次郎の体は病に蝕まれるのでありました。あんた、しっかりして。おい、ここはどこだ。川上座だよ。あんたが来たいって言ってた、あんたと私が作った小屋だよ。はいよで、そうか。お前は
なるわい。工藤先生。岩崎君、よくぞわしの変装見破ったな。いや、自分から飛びましたよ。あ、そっか。そんなことどうでもいいけど、しかし岩崎君、この犬を怖がってた ちっちゃい子の娘が、こんなにジューシーに熟すわな。ジューシーって何よ。14歳です。いや、もう14歳じゃないでしょ。いいでしょ。ヤコ、俺は自由に生きることにした。俺は新しい事業を起こすんだ。新しい？え、電気さ、これだよ。これからは電気の時代だ。未来を作るのは電気だ。福沢桃介はその後に電力王として歴史に名を残します。俺はこれを名古屋でやろうと思う。名古屋？名古屋、あんなど田舎登録者がや、そうだかや。あんたちょっと黙っとるやん。あっちけ名古屋は歴史も文化もある。だが新しいものが生まれる街でもある。日本を解体しも名古屋から生まれている。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康。ヤコ、ね、でもこれからの日本は僕たちの手で作るんだ。でもダメ、私は音次郎さんを忘れられない。そしてこの東京も離れられない。いいや、やってもみないで事の成否を疑うものではない。福沢先生、世間の物事は進歩しないものは廃れ、光る努力するものは必ず前進する。進みもせず引きもせず、ただ止まっていることのあのはずがない。福沢先生、さっきまでと言ってることが全然違います。ありがとう。いや、桃介君も君の夫だった音次郎君もよく似ておる。破天荒な活動をしたのはなぜだと思う？それは目立ちたがり屋だから。彼は己を恥じていたからだ。そして君もだ。いや、僕は別に恥じていなんて。君は貧しい実家を恥じていたのではないかね。そして貞奴さんも己の女優という仕事を恥じていたのであろう。音次郎は挑戦し続けたのは田舎者の己を恥じていたから。そして君が金を儲けしたのも実家が貧しかったからだ。貞奴が実家が落ちぶれ没落した。そしてその度君は芸妓として一生懸命やった。そして多くの人々を魅了した。そうであろう。すなわちだ。すなわち己の恥じる心こそが己のバネとなる。己をマイナスと思っているこそが己を発奮させる。そして明日の未来を作る原動力となるな。君たちの今日の栄光もこれからの未来も君たち自身のルーツによみがえり生み出される。ルーツ、そうだ、ルーツ、根っこだ。進みたければまず足元を見るんだ。君たちの足から地面につながり、この地に眠る多くの先人たちの歴史につながっていくんだ。若者たちよ、前に進むんだ。前に進むためにはまず地面を蹴って踏み出さなければならんのだ。みんながみんな味噌とエビしか食べないらしい。
話したい。いや、盛りだくさんでしたね、森本さん。そうですね。はい。
1985年、ところは名古屋ではなく大東京。江戸時代が終わり、明治の世は西洋文化に大きく動いておりました。人はそれを文明開化と呼び、大都会では急速に暮らしが変化しておりました。そしてその文明開化を推し進めたのがこの人、福沢諭吉。福沢諭吉といえば有名なのが学問のすすめ。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずといい、されども広くこの人間世界を見渡す。賢き人あり、貧しき人あり、愚かなるものあり、富めるものあり、このありさま、風土泥土の相違安民に至るは何度や、人は稀れながらにして千金歩の別なし、ただ学問を務めて物事をよく知る者が知人となり、富人となれるなり。お客らにがたもっと学問をしたまえ。当時の流行り言葉です。お嬢さん、俺たちの